ちょっと うっかりデートな楽しくなって一瞬やっちゃった。2番かな。あ、2番、 OK。 そんだけでハードオフ巡り収穫報告起動チェック枠うるさい。はい、音量でかい。ワクワク取り合ったマッサン、ひろきこまいさん、ジドさん、レジェンさん、パンダのダルシさん、ケロさん、ナナコメさん、サドコンさん、クレさん、いらっしゃい。わこつ、はい、バシュンってなった。あでも、誰でも、クレさん、サブゼロのデスさん、いらっしゃい。クレさん言ったか。ボウさん、いらっしゃい。あ、パンチラ64で貴重なパンチラ。あんまり、いや、そんなね、行った甲斐はあったが、そこまでではなかったかな。なんかすげえお宝発見みたいななかったね。やっぱり今回は全長60キロぐらい走ったけど、前回は100キロ走ってっからな。それで時間が足んなくなったんだけどね。え？ハードオフないよ、俺だって。ああ。うちもハードオフないけど、まあ、車出したよ、仕方ねえから。チャレンジモード、ノーマル。パソコン古かったな、今。練習来てるじゃん。テニスゲーはまあ、でも本当に言ってさ、テリボガードいる。あ、必須なの。はあ、ピラフ。食べ物容赦。テリーだ。テリーだよな。三木本みたいな。あれ？例のサイバーガジェットの互換機気になるな。あ、あれ気に、あれ PC エンジンついに入ったじゃん。あれはついに買ってもいいのかなって思った。2万切ったら買ってもいいの。あれってさ、レトロン5っていくらなのあれ？安くなってんのかな。あ、間違えた。テリー半ズボン履いてるよ。あ、これちょっとあれだな。ちょっと詰まってるように見えんな、なんかコートが。非常に。なんか、でも、遊びやすいかも。あ、ご丁寧にスパグラにまで対応してて頭おかしいと思いました。そうそうなの、スパグラにがいけんのよ。ロムロムは無理だと思う、多分。やっぱりあの、カートリッジ系っていうか、あ、無理か。これ結構よくできてんな。ただ、やっぱマリオテニスがあるからもういらねえんだよな。テニスは。本当に？ソンキンには言いたいことある人、言いたいことある人いるんじゃない？あ、そんなもんなの？あ、じゃあ、2万ぐらいなんだね。じゃあ、レトロ5ぐらいはいけるよ、多分。なんつった？ちょっと待って。まあ、ロムロムは、CD ロムドライブ系は、パチモンメーカーにはきついんじゃない？やっぱり、駆動する系は。外付けドライブは何でも使えるとかだったらいいけど。いや、コントローラーはね、レデロン5みたいな感じだと思うよ。ちゃんとオフィシャルのものが使える。ああ、ギリ入ったのかな。なんかいい球打った時に演出とか出んのかな。嘘。テニスゲーはもうこれっていうのが出ちゃってるからな。マリオとパワースマッシュ。あ、平南部何やろねえ。でもヒューカードがでいけんのは、ヒューカード3種類書いてあったけど、あれ何？ 2 種類ならわかるけど、あれネスが対応機種になかったけど、どうなんや。いや、あるはず。体何種類やりたいの？あのさ、ファザナドゥはあんなに文句言われたのにさ、風の伝説は言われなかったよなって思った最近。ごめん、なんかしょっぺえわ。俺がしょっぺえわ、これ。もうちょっとなんかな、ラリーを続けつつ作戦練るみたいな。まあ、ちょっとターボグラフィックス16。あー、そっか、あれって普通に刺さんないのか。イースヤンダブルって感じだったのに。イースヤン、そうだよね、あれなんかあんま言われなかったよね。 PC エンジンはなんか意外とそういうのなかったね。言われる、なんかこれはあれじゃないじゃんみたいな言われなかったよね。なんかスケボーみたいなスノーボーなのこれ。へー、多分持ってないと思うんで買っといた。いや、俺もしかしたら箱説付きで持ってる可能性あるけど、まあいいやと思って買っちゃった。なんかすげえ、こう、なんだこいつら、2人隠れてるしね。また
なんか暴言しそうな。CD 音垂れ流しは卑怯だからね。まあな。あれ音いいしな。圧縮ないから。と予想笑い。いや俺箱説で買った場合やってねえ場合があるからさ。逆にやらない。64パッケごついよな。あれでかいよな。バックプザみたいなコバボー。うん。てかさこれどうやって漕ぐの？上かな。あれ？あれ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 。あれ？あいや行った。カービィみたいじゃん。ふう。ぶっちゃけその頃の PC。逆になっちゃったよ。ファミコンを見下しゲフゲフ。ファミコンはしょうがないよな、あの字。うーわ、何した今、何した今。これアクセルボタンがあるのか。どこ行っちゃうの？うん、ないよ。あれ？ちょっと待って、時間がない。時間がないってか、どうやって走んのこれ。なんかさっき走ったボタンが走らなくなっちゃったんだ。スケボーでよかったんじゃないか、これ。ねえ。多分めんどくさかったんじゃないのか。子供騙すにはやっぱり飛んでる感じが欲しかったんだ。リプレイ、リトライ。リプレイとリトライ、リプレイか。リプレイ見れるの面白いね。1080度でいいんじゃないですかね。確かに、1080。車輪の処理面倒よ。うん、そう、F0 がそうだったよね。遊び、ああ、なんか黄色い、黄色い、黄色い。この黄色いの何？あ、チェックポイントか。なんでチェックポイント？レースゲーなのか、これ。わかった、サウスパークのレ、ちょっと待って、あのさ、わかった、俺が使ってるのターボだな、これ。ちょっと待って、下押すと飛ぶな。いや、違う、そういうんじゃないわ。あった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 。Z トリガーだった。これがジャンプボタンか。で、ここで、できないか。できんのかな、ほんと。ちょいじゃん。乗った。なんだって？おい、ハーフパイプみたいなところに強制的に入れちゃって。あーなんかもっさりしてんな。そしてなんか。トニホだね。悲しくなる。トニホっぽいか。時間ないよ。いやー、なのこれ。これは、よかった、100円で。よし。いや、俺ちゃんと遊べば面白いんだと思う。あ、俺が下手なだけです。多分でも、やっぱ64って若干俺の中で、ちょっとこういう印象多いんだよな。なんか重い。ちょっと手応え重い。確かに。つか、なんかし、なんか頭から押してもピョーンってなってるからさ。あ、じゃあこっち行こう。よし。これ今日忙しいんだ、ハードがいっぱいあって。はい。これはちょっと。受け受けトラブルメーカーズをいい加減バーチャルコンソールに。なんでないんだろう。鉄モードが必要か。コンセサー、クラスティーデーモンズみたいな。きたー、これプロレスだな。ハード変わるな。え、本当だよ。お、笑。塚瀬さんはすごい、うわ。スケートさん、あんだ、その。カートリッジスロットの調達か。でもあのさ、カートリッジスロットって評判悪いよね。なんで詳しいんだろう。どれだろう。調子悪いっすね、わら。なんかあの、差し込みが硬いんだよな。あ、技表あんだ。技表。AB、ミドルキック。あー、組じゃないのか。組んでからやる技は？スワンカラーの2世は面白そうだったんだけど、どうなんだろう。あー、あれはあのファミコン版が入ってるやつだっけ？親父にはつまーらー、面白くはなかったと思った。俺やったような気がするけど。なんか微妙そう。R と左右。筋肉バスター、R 左右。R 左右。左右。どういう風に遅いんだろう。確かあれは良くなかったような気がする。そう、今日、ああ、今回買ったけど、報告あれだ、見せらんねえものが1個あんだよな。DS のゲーム、あ、2つある。仮面ライダー5かなり見てきた。面白かった。長田さん、長田さんって言っとくわ。長田さんとだけ言うわ。長田さんどうだった？ゆとりさんいらっしゃい。5おもろいよ。5は、途中から好きだな、すごく。途中までは、長田さんがめっちゃいじめられたりとかさ。なんでいじめられてんだっけ、あれ。かわいすぎるからだっけ。あー、マジで。長田さんかわいそうな感じで。かわいそうだよな、あの透明感。
つよしの子、つよし。今やってますよ。今それを使って放送してます。大丈夫というよりは、あんまり俺は画質が好きじゃない、このぼやけた感じが好きじゃないけど、まあ、あったらあったで便利です。うん。これがないと動かないゲームというのが若干あるというか、ゲームボーイカラー専用ソフトっていうのがこれじゃなきゃ動かないんで、テレビでやるにはね。嘘、いやでもセットで今1000いくらとかでしょ。ハードオフめぐれは絶対安いよ。1000円かかんないから。誰だよこれ。古いな、なんかちょっとアンテナ伸びそうだし、なんか。てかなんでこれ、読者に募ったのかなこれ。さすがにこれはないな。今頃になってミクロが欲しいけど高すぎだ。なんでミクロ欲しがんだよ、もうやめろよ、もう。もうミクロはやめろ、ミクロは。ミクロは当時2000ぐらいで買うもんなんだって。おお。そう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 。そうツーフィンガーだよって。どれが ?DS はね、たまごっちと。たまごっちと、あとあれ、ブラウザー。インターネットブラウザーだ？なんつうのあれ。これむずいな。青のとこ、おお！万太郎一番絞りなんだぞ。これタイミングとかラグいから無理だな、これ。おい。ネットするやつ。ああ、負けた。何が起きた？何？ 200 円でした。ああ、びゃ。俺、ちょっとミクロ信者は信用ならない。俺はだってミクロ2台ぐらい持ってるけどさ、なんで当時買わなかったの？当時なんでぼやぼやしてたの？何うかうかしてたの？そんなやつが急に今になって高くなってほしい。高くなかったら欲しくないんだろ別に。高いから欲しいんでしょあれ。ほとんどの人が。そう。O、赤い O って書いてある。うん。プレイヤー？プレイヤン、あ、ね。いやー、うわぁ、こいつは何ステカ製っぽい感じだね。うん、うちはオレンジ統一ですよ。あー、押しちゃダメ、押しちゃダメ、押しちゃダメ。押しちゃダメ。あー、ニンテンドードオペラって何があるんだろう。あ、何なんでなんで。安かったら欲しいっていう前に買ってる。うん、そう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 。だってあれ高くなってなかったらミクロなんか誰も見向きもしなかったと思うんだよな。言われてみればステカセキングに近い感じですね。おう。ああ、何にも起きずに落ちてきた。なるほどね。ディスクシステム版みたいな感じ。R と左右つうの。あれ入んのかな。あ、ボタンなんか押さなきゃいけないから、なんだよ。誰があれを欲しがってんのかわかんねえよ、マジミクロ。ファミコン世代が欲しがるならまあわかるよ。ファミコンっぽいやつ出てるしさ。あ、これシュールすぎんだよ。SP？ SP？ あ、SP 支持者ってすごい多いよね。俺らより若い世代だと思うけど、あ、ダメだこれ。ほう。タイミング、あー、ダメだ、タイミングがちょっとラグくてタイミング合わんねえんだけど。何してんの？DS ライト、そうね。俺も DS ライトとかの方が賢明だと思うわ。なんであえてミクロが欲しいのかが、全く伝わってこないな。なんかただの、プレミアついたから欲しい、騒いでる、買えなくなったから騒ぎ出した人たちみたいな。なんで予約しなかったの君たちみたいな。わからん。正直だから欲しいって言ってる人に聞きたいわ。なんであんなに安く売ってた時に無視してたのかは全く理解ができない。俺は安い時に買ったもんだって。ミクロの重量感は好きだけどね。小さいから。ミクロは携帯性が最強だ。小さいから。クラフトソードの次がゲームボーイプレイヤーでやったら全然できなかったな。やるなら DS の方。飾りたいだけ。DS ライトより無印 DS の方がアドバンスもできていい。アドバンス、いや、アドバンスできるよ。アドバンス全部できる。DS ライトもアドバンスできるし。それを意外と知らない人が多い。うかうかすんな。しっかりしろ。昨日もやったよ。あ、ちょ、待って。はい。
なんかダメだな、このプロレスギアダメ。DS ライトはできるで、どしからできなくなった。うん。一回意外と知らない人が多い。DS ライトはカセット部分が出ちゃってるんだよね。そう。ああ、どしか。DS アイス。無印 DS の方がアドバンスカセットの収まりよって。二世呼ばれたよ。お、大技がかかりやすくなった。本当に、なんか相手の方が早い。になって離れてた反動で、金持ってる今欲しいんかな。全然、青ゲージほぼなし。はみ出るのがなぁ。あれ、はみ出んの全然かん、気にならないと思うよ。やってみ？絶対気にならないから。そんなもんね、自分がやってから判断する。おう。DS、AI、クソ安い。わからないよね、あれ。気になんないよ。全く気になんないから。マジで、ちょっとまあ、頭でっかちなのは良くないよ。もう自分でやってから、ちゃんと判断して。あともっとリアルにイメージして。そういう。何食べよっかなって悩んだら、マジで、ものすごいリアルに頭の中で考えれば、絶対すぐ決まるから。あんなもん。あ、今日これだって。自分が食った感想までうまく、頭の中で全部イメージすれば。これだ。食った後の感じね。食べた後の満腹になった時の感じとかも全部イメージしてください。それでいける。一発で決まるから。なるほどって。食べた後の俺は幸せかっていう。うわ、無理じゃねえかよ。赤いとこしかないよ、ゲージが。画面傷つけたくないから折りたためるのが。そう、わかる。非常にわかる。だからライトは、ライトじゃない。今日の飯はカレー飯だぞ。危ない。アドバンス、つまんないこれ。もういい。技も絶対決まんないし、今度ちゃんとやるわ。しかも決まるまで寝ない枠はやるわ。ジャッジ、キングバスター、あれ、ゴミ箱に入っちゃった。あー、スーファミでちょっとやりたいけど、こっちはちょっとめんどくさいから。つまんないよね。笑、だろ、そうです、つまんないんです。細かいな、味が。 GB タナさんいらっしゃい。うわ、再現率、色が出てないけど再現率。またピンクの。いや、俺今違うの、俺が放送の環境が楽だった。つくたん最近打つ人減った。続きから。ああ、これ懐かしい。これボイス、なんていうの、ボイスメモみたいなやつだ。ちょっとやめられた。これここの再現率ね。ここの再現率。俺ね、スーファミは持ってるけど、それです。手を、右手ちっちゃい。ロボ、嘘。菊間さんは女なの。男でも持ってんの。今日。スーファミ版がちゃんと成形してて、老子向け。そうなんだよ。技術力。ねえ、これどういうゲームなんだろう。誰なんだ、飛んでるやつ。剣道小林、もうしょうがない。気になる。ギャリ。おしゃれするのが好き。あ、そういうことに聞いてたのか。大きな犬を飼いたいとは思わない。パステル、俺より賢いものは飼わん。パステルカラーが好き。そうだな。告白したことがある。何を告白、俺人殺したことあるんだよ。ギャルゲーかどうかわかんない。あ、甘いお菓子が大好き。なんか何に関係してくるんだろうね。俺もしかして誰なの？これ誰か第三者的な感じで出てくる。なんか転校生系かな。ちょっぴりおとなしい女の子だって。バレたか。ちょっとずつ物語か。てか文字数少ねえ。変化していく。へえ。はい。転校生。おのおの。おのおの違う。大体、大次第だ。あんまりわかんないわ。そうだよ、おとなしめの、メダイユの秘密。メダイユ？うわー、やばい、やばー、そう、え？俺はミキなの。え？ゲームフリーク。ユーいるの？そこの、あれはないんだ。メダイユってどれ？あー、なんか、アクセサリーみたいなやつ。とっくに会社に行ったよ、パン。これ1話目じゃねえ？あれ1話目の冒頭ってこんなんじゃなかったっけ？ママレードボーイ第1巻とか読んだことない人は第1巻だけでいいからぜひ読んでいただきたい。もうすごい、もう。第1巻まで読んだらもうこの作品の魅力が全てわかる。そこから先読みたいやつは読めばいいし。キッチン、リビング、
玄関。いけんのかな。はい。閉まった。ほほほ。は？投稿ね。ちゃんと漢字表記なんだな。ね。和骨です。あ、でも。レードボーイ夏井わらコミックス持ってる。わら。ノーモンさんいらっしゃる。吉住渡る懐かしい。こういうゲームのそんな字だっけ？なんなんですかな。え？エンディングって何なんだよ。エンディング？エンディングわかる。なんだろうね最後ね。画面だな。これどこを描くんだろう。画家の。渡る。あれかな。あ、そうだね。それだね。保健室の中の話は。まあ、レードの話かよ。何気に複雑、そうだな。人間関係としてはかなり。ママレードボーイ談義に置いてけぼりにならないリスナーとは。両親が、二つの家族がクロスすんだよね、なんか。そしてママレードボーイリトルというまたさらにそれの子供の話とかで、子供なのか妹なのかどっちだっけ、これ誰だろう。でも私は絶対にスワッパー家族。スワッパー、スワッパー初見です。言うにふさわしくない。はい、初見さんいらっしゃい。あのね、苦い苦味が子供にはきついよね。ビールはだって子供の時飲んだらウエーってなるじゃん。今もだけど、今もウエーってなるけど、逃げー苦味、でもその苦味が、魅力、あのね、苦味だけじゃない。マーマレードはやっぱりあの、柑橘系のあの、独特な匂いじゃん。風味じゃん。それは魅力だよね、結局。苦味は感じないわけじゃないからね。てか、ラスタースクロールがすごいよ。ダライアス級の。そうそうそう。毒だと。そうそう。みんなそこに突っ込む俺たち。ラスタースクロールについて突っ込む俺ら世代だから。そうなの、わかるわ。砂糖漬けで柔らかくなってるとはいえ、これちょっとこの枠では無理だな。この枠でやるのは無理なので、今日はやめとこう。ラスタベタベタしてる男って思ってたもん。じゃあ次行こうか。なんか落ちたな。さっきのキャラ転校前の言うの元カレか。今食べると感覚変わってるのかな。元カノか。ママレードって。はい。今食べると感覚変わってるのかな。いや、いい感じだと思うよ。今食べると案外美味しいよママレード。なあ、昔食べてちょっとさ、子供の時食べてなんかこれは違うと思って、ママレードなの？それから食べてない人意外といるよね。いや、まあまあ、どっちもあるんじゃない？カタカナにした段階で負けだから。あー、なるほどね。あの歯応えが良くなっていくんだよね。リュウクさんいるし。そう、マーマレード、ママレード、ママレードボーイ、マーマレードボーイ。ママレードボーイ。うわ、すげえすげえ。あー、そう、プレステのパッド逃げされてた。騙された。そうなんだよね。意外と子供の、なんだ、子供の頃食べ、うまそうだから食ったら、うわって。柑橘系大好きだからレモン食うのバチゲームにならなよ。俺も酸っぱいの好き。フグ？こんな魚いんの？スミレナガハナダイ。タイ？何ゲーだこれ？パズルです。鑑賞ゲー？なんだっけ？マスダヤコーポレーション。うーわ、マジかよ。これだ。え、どうやって持つの？なんていうゲームですか？酸っぱいものは腐ってる。本能です。これどうすりゃいいの？あ、回んのかーい。まさかのパズルゲー。右下の時間やめてほしいんだけど。あれさえ、あれ見ちゃうとちょっと辛くなりそう。これもしかして、これもしかしてさ、ハマったかどうかわかんないの？これマジガチのパズルじゃん、これ。これガチパズルだぞ。だってこれ出していくだけだもん。なんかどこが正解とかそういうのないから。自分で当たってるかどうかは自分で判断せよ。え？持てなくなっちゃった。そんなとこだけリアル。え？当たってんのかな？なんで言えば。はまらないもんね。そうよ、だから。これいくら安いんじゃない？定価が。え？いや、だからそれがないからパズルなんだよ。本当にパズル。ジグソーパズルのゲームなんだよ。ゲームがビデオ版ジグソーパズルでしょ。このゲームのタイトルはね、
デジグアクアの、違う。デジグアクアワールド、ね。デジグソーったらマイベストフレンドやろ。デジグジグソー、マイベストフレンド。神経衰弱よりも神経衰弱する。神経衰弱以上の神経衰弱。あり得る。よし、次行こう。これはね、もう状態が新品みたいな感じだったから買った。これは持ってるはずだけど買った。ここまで状態がいいもの見たことないんだ。サターンの性能を十二分に発揮していますね。そうだね、それは言えてるね。いろんな意味で。バイバイ早いな。早い早い。もうだってパズルだもん。そこが見えてるから。開発の技術が足りなかっただけな気もする。っていうかね、やっぱり遊びやすさよりもリアルっていうか現実でやる感じみたいなのを撮りたかったんじゃない？やっぱり現実でパズル、ジグソーパズルやったらあんな感じじゃん。なんかすげえドット荒いな。よくわ、よく見、なんかよくわかんない。ゲームなのかどうかもあんまよくわかんないんだよ。マウス対応です。タクヨ。なんだっけこれ。なんだっけこれって感じでしょ。エチュードプロローグ。プロローグって言っちゃってるしな。なんかね、パッケージ見るとなんか何なのかなっていう。これ何なのかなっていう感じの。なんか、なんかよくわかんない。パソゲーなのかなみたいな。星狩りエンプーザってすげえ聞いたことある。ちゃんとテキスト読まないやん。いやいや、放送中はやらんだろ、そんな真面目には。見るだけ見るだけ。味見味見。テキスト読まない？なんだよ、何の話？違うのよ、これさ。これパッケージがなんかね、すごい中途半端なんだよな。なんかね、エチュードプロローグでググってみたらわかるけど、なんかで、なんだろう。なんかまだ未完成なのかな。なんか異様にスカスカなの。プロローグって入ってたから序盤だけかと思ってた。いや、そんなこと書いてないんだよね。下手じゃないけど、なんか誰かかき集めて作ったの。あとこれね、なんかね、変なんがついてんだよね。特典みたいのが。なんか意外と、しばらくやってて、その後なんかうやむや？どうなったんだろうね。なんか、おにゃんこクラブみたいな歌だったのか。ゆるい。てか、なんかこの絵どうなの？この絵どうなの？この絵どうなの？そう、なんかね、すごいね、なんかちょっと見せたいんだけど、キーボードが触れないからってできないけど。98年出てるからさ。恋愛というか青春アドベンチャーみたいな。どうなの？パッケージの裏見るとイベントシーンみたいなのがいっぱい書いてあるけど、あ、選べ、邪魔くせ。何この感じ。なんかポインターがブンってなる。てか字、ああ、そっか。メーカー名も知らないです。タクヨーって知らない？なんか、あ、字がすごい。向こうで丸ゴシックみたいな。されてんのかこれ。うっそん！やけに軽いよ。喋るぜ、喋るぜ。リメイクすると声優変更ってすごいな。ゲームセット！サッカーかな？ウォンバイ！長瀬！どっかのギャル格闘ゲームみたいな呼び方された。マウス対応ってこれマウスに操作系合わせてあったらだるそうよな。てか いらなかったんじゃないの、さっきのマウスの感じ。今は彼女の声を聞くのが辛い。声ちっちゃいって買ったり大きかったり。オンバイユカツVG みたいな感じ。うるせえな、音量がわかんねえ。ゲームセットとか実際言わないだろ。もうオンバイって言わない。アスカだったっけ、オンバイっていうの。VG じゃなかったっけ。声1分かい。てか G が読みづらくない、これ。なんか背景にまんま載せてるんだけど、フォント。背景が薄いっていうか、なんかレイアウトがやばい。字が載せたかったから上に寄せてんのかな、これ。ていうかキャラ一切出てこないんだけど、これ。来るか、来る、吉尾が来るか。耳の穴かっぽじるか。うわー、マジで何があったんだ。絵は悪くないんだけど、ただ顔がでかい、この人。あ、主人公女か。そっかそっかそっか。それまで俺女選んだわ。次は空です。まだ10分の1ぐらいかな。終わったの。
10分の1終わってねえ。ああ、終わってねえ。今日の10分。っていうか、なんか下半身変じゃね？下はどうなってるの？下はどうなってんのよ、これ。黒いとこに人がなんか乗っ、あれ、重なっちゃってるぜ。しかもこれ、テキスト消せない？10枠、5枠ぐらいで終わらせてる。今日やるしかない。私は苦笑する。エチュードプロローグ。エチュードプロローグなのか、エチュードプロローグなのか。いやいや、俺気持ちの問題だわ、それ。声優さんに関しては、ちょっと説明書が取り出しづらい形なんでやめときます。ポポーって。クギミヤって結構古くからいるんだね。春日の人だね。パルキーみたいなね、春日。伊藤ハムっぽい。嘘でしょ。いや、だ25本買ったうちの2本しか終わってないみたいなことだね。モノローグってロボット。春日どっちなんだろう。春日鈴宮春日か。春日。本当に春日って人いるよね。あの天才カンパニーの人。全部変更してるな。一番安い人に変わってるの。ちげえのかよ。何が？パルキー？このギター。うわぁ。なんかやばい動きしてんな。うわぁ、怖い。タイトル出た。何してんのこれ。これさ、マーブルマットネスみたいな。何、どこがテトリスなんだこれ。なんで移動させながら叩く必要があるの。止めて叩きゃいいじゃない。テトリス S って、テトリミノ。マーブルマットは、見る価値あるかなこれ。って言いながら全部見ようかな。あれが、送られてくるの。嘘。そうだよ。ってこんなゲームだったのか。ゲーセンのセガのテトリスを若干、あれしてる感じだよね、確か。これはなんか持ってなかったんで買ってみた。萌え萌え。へへへ。萌え。そう、ああやって作られてんだな。急に。トンカチで叩くの意味なかったの、きっと。うわ、狭っ。狭くね？和骨です。あ、この曲ちょっと似てる。テトリス頼むのかな。優先ランならタブレットもラグでないぞ。セガテトリスに近いよね。優先ランタブレットだって。なんかちょっとさ、来るのがいびつ。あ、なんか操作性悪い。なんかすぐ回らないしさ、なんだこれ。はい、配られるやつがすごい安い。なんだよこれ。なかなか回らないんだけど。敵が偏ってるね。ねえ、でもそれは俺のせいだ。ただね、配られてから回せるようになるまでが長い。ドリキャスじゃない、これ、サタン。テトリス S。俺、テトリス、あ、まだ回せないのか。回せるまで長くてもう。俺、テトリス下手かも。つらい。ああ、滑る。ちゃんと滑るんだ。どこに入れればいっぱい消えんの。それは腹立つな。わら。肉があるテトリスに慣れてしまってると辛いな。いやー、トリテスのやつ D 違うよ。セガサタン、あれ、あ、セガサタンです。同じ人に何度も同じこと言われてるのかと思います。桜のテトリスはキャラゲーとしては名作レベル。うん、ドリキャスが4人でできるよ。ドリキャスだと4人でできる。なるほどね。でもこの画面のさ、サイズから見ると4人ぐらいできそうじゃね。うわー、この背景が実写っていうのが一応のセガテトリスなのかな。いやー、そっか、落ちないんだよ。操作性が、これね、左右がなかなかいかないのよ。押してからドゥルルってなるまでが長すぎてさ、なんかすげえストレスだわ。やっぱそういうの調整するのはセンスだな。あん、もう。そう、させの悪いテトリスなんかいいし、やる価値ないだろ。よかった、108円で。なんか、持ってなかった、このゲーム。何か動きがギチギチしてる。あー、これサターン最後。
GTA は良かったな。GTA は良かった。GTA は良かった。何の話？アーケードにあったやつのリメイク。そうだと思う、多分。一応そういうモードがあって、あと対戦モードが入ってるらしいから、それが多分売りだったのかな。細かいところに気を配らないといいゲームはできないよな。なんかすごいストレスになるね。スーパーで売ってるニーロ入りの飴みたい。スーパーで売ってる。レーザーディスクや何かと古いものに手をつけた。二色入りの飴って言うと、ああ、わかった。今もあんのあれ。ゲームのリノル。テトリスみたいにシンプルな覚えゲーはやっぱりね、脳のカス、あの、脳はあんま動かなくなってくるよね、慣れたらな、そりゃな。ゲームのテトリスだけで語ろうって。いい度胸だ。知らねえ。あー、グランドマスターみたいなやつ？お、もう一回来た。しかもなんかしおりじゃなかったよ。あ、これは、あ、これは合ってるんだ。ちょっと色気づきやがったな、こいつら。なんかちょっとコナンみたいな絵だね。アニメ版コナン。さっきは2のこのバージョンだったけど、もう一回聞きたくなってきた。あ、やりづらかったけど、あれはいい、あれ元があるらしい。てかエプロンに短パンってやるの。片桐朝日中なんか音入ってる。これってアップし直しますか？おすすめです。108円で買えるっていうのはでかいですね。しかもうまくやるとプレミアものとかあったりするけど、まあまあないかな。最近は少なくなった。そうなんだけど若干違うんです。このオープニング見てすぐ分かる人は分かると思うけど、普通のときメモとは若干違うんですよ。てかかなり違うんですよ。館林、あの、え、館林の左に知らねえキャラいたんだけど、サタンオリジナルキャラなんかいたっけ。あー、そんなに価値ないと思うけど。あれ、あ、後にプレミアついたの、あれって。ねえ、てかみんな飛んでたな今。これマジで。あのね、これなんだ、アヤ、アヤのラブソング。え、 IGAA2 か。2じゃない。あ、2ですね。ドラマシリーズ2だ。彩りな。いや、彩りじゃねえよ。片桐、あ、いや、あれ？やったことある。わら、ラムのラブソングみたいな。てときめもは、もう出ないのだろうか。ときめも読んで終わったね、なんかね。オンラインはどうなの？メタルストーム。メタルス、ああ、いや、なんだ。それの影響か。しゃーない、それは。あ、大芝、なんていうのあれ？友和。見れば見るほど細かいところがポリスノーツ。いやいや、多分他もかなり、ポリスノーツ自体が何か似てんでしょ、多分。コナミのなんか、定番の、これ作ってる人が一緒なんでしょ。97年、あ、7、本名入れないよ、普通。本名でやんないと怒られるんだよな、昔は。適当。スマブラと、間違ったことにします。コナミはスマブラ出してたよな。いでいでいで。いや、そっかそっか。あいつは何でもサインするの。プレステ4、え、プレステ3上で起動するのは全然大丈夫ですよ。ただちょっとめんどくさい。遅い。起動が遅い。あ、ときメモランブルローズはいいかもな。高校女子プロみたいな。学プロね。高校生の学プロみたいな。今日の収穫です。あ、今日で昨日です。昨日ちょっとハードオフ巡りしたんだよ。あれ、これ中学だったっけ。あ、中学だったっけ。あれ、どういうこと。世界で一番強くなりたいってどう。いや、ときメモキャラでプロレスをやるのがいいんでしょ。さあ、乙女と主人公唯一男タッグで。ジャンプしてみろよ。あー、これあれだよ。あいつ、ひもさんの作った同人芸がめちゃめちゃなやつだよね、これ。大芝って俺か。ね、軽音系なのか。プレステ2できるモデルだとできる。何の話をしてんの？違うよ。プレステ3はプレステ1は全てのプレステ3で動くから。全プレステ3でプレステ1が動きます。設定を変えないとずっと伸びたりするけど。なんか音変じゃね？
全モデルでできるし、ドットが綺麗に表示されて最高です。なんかビットレート低いのか声優がプロじゃないのかわかんないけど、俺が散々動画でも言ってるけど、プレステ3は全プレステ1ソフトが動きます。ごめん、全部は嘘です。一部動かないものもあるかも。パネキットとか動かないかも、初期版は。あ、音ゲーずれるのはプレステ2からだな。っていうか、なんかこの人ホヤス。あー、じゃあプレステ2じゃん。だってサイレントヒル、あ、ごめんごめん、サイレントヒルは1だった。サイレントヒルって3バージョンあるけど全部動かない。音でかい。プレステ3でやるとちょっと衝撃の綺麗さで、いや元じゃなくてビットレートが低いんだと思う。はい、一般教養ですよ、人類一般教養ですよ。プレステ3でプレスト1が動く。あ、おっとビットレート良くなった。薄型 PS2 で全プレステソフトが動かないのは、はい、5本10本くらい動かないっけ。圧縮技術の問題。あー、いや、あの容量の問題です。あー、そう、プロ声優としてのってこと。いや、だってさっきの声は綺麗だったよ。あ、そう、なんでメーカー違うの。声やす、おいおい、違う、俺が曲作るわけじゃないんだから、曲のことならあいつに聞いてくれ。誰だろうこれ。え、ジャレコも動かないでしょ。サンソフトも動かないっけ。沖合ゆお、小野坂、マジどっちだ。沖合ゆなの。沖合ゆってどういう由来なの。その名字どういう由来なんだ。ボンギツネ的なことしたの。 XJAPAN JAPAN。 たくみ、どうだ、治ったか。ああ、よし、それじゃ練習始めようか。あれ、この声知ってる。ベジ、あ、ベジータの人か。本当、俺は学校出てからいろいろやったな。こっちはベジータですね。マックスさんいらっしゃい。ドラム壊すパフォーマンスはまだですか。ベジータだね。もうギター燃やしてほしいよ。堀川さんか。堀川、気づいたけどビーズだろうが X 日本だろうがソニー系なのな。高校時代ビーズ畑耕してました。はい、地味に初見です。いいじゃん。はい、初見さん、初見さん名前ついてねえよ。強強しってなってるよ。ちょっとこれ、え、なに、え、なに、ハギターは、ハギターはもうやったやったんじゃない。超人ドラム大会話す、ハギター。うわー、めんどくせ、これ最高です。最高です。あー、宗教チック。だって本当にそう思ってるんですよ。片桐さんって何、能力としては英語が得意だけじゃないの。するじゃないですか。だからバンドで演奏するのがすごく新鮮で。最高です。おい。それにメンバーがみんな個性的で一緒に活動してるのがすごく楽しいんです。早く行こうよ。早く合わせようよ、とりあえず。先輩ってどれなんだろう。バスドラが白くて丸くて気持ち悪いの。こないだ間違えてリンダキューブのダウンロード買ってしまった。あー、もう、まあ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 、ディスク入れなくていいから楽だ。あ、画面がいいよ、よい。演奏の準備大変そう。特にバンド練習。え、これなんか俺やんなきゃいけんの。個性的。ギターフリークスコントローラーを繋がなきゃダメ。待って、セガサタンだよ、これ。プレステじゃなかった、これ。おーい、おとげか。画面外を選ぶって斬新だな。え、どうすればいいの。リンダキューブは地味にプレミア化してるから正解。でも持ってるんでしょ。持ってるから買っちゃったって言ってるんでしょ。ディスクで持ってんのにダウンロード版買っちゃったよってことでね。はいはいはい。やんでてるか。こんな木の上によくアンプなんか置くもんだ。本当だよ。方向キーか。はコツです。耳の人はあの学園のアイドルでは違う、なんかよく知らないキャラだ。はなったよ。わら、音ゲー好きなのか。ねえ、音符の書き方がなんかあれなんだけど、手書きっぽいんだけど、昔音符ってああいう風に書いてたな。丸く書かなかった、ちょいってやつだ。プレイヤーはプレステコントローラー持ってるのか。いや、これサターンなんだよ、これ残念ながら。これセガサターンなんだ。ごめんな、のび太、これセガサターンなんだ。
ギターしか弾いてない。あと3人用なんだ。お前失敗ばっかりじゃないか。失敗し、あれ合ってなかったの？あ、俺なんか違うのかなこれ。十字キーじゃなかったのかな。そうなのか。練習なら何度でも付き合ってやるからさ。わらわら。なんとかバンドコンテストまでには。もしかして俺十字キーじゃなかった可能性ある。ボタンに割り振ってやるのかもしれないな。固定のストールンソングのピックコントローラーと相性良さそう。何度も。あ、何度でもできるらしいぞ。帰ろうぜ。あ、そうだな。そうしようか。うん、いや、みんないいやつ。プラスボタン、あー、なるほど。いやいや、もういいよ。この背景が流れてんのがときめもなんだな。練習しろよ。なんか、お疲れ様。マジャスティック。スティックスもゲーセンの開けこんなもん。ミス連発してやつが。そうで、ふてくされてるみたいな。もういいよ。宿題したら急にわーって寝る感じの子供。そうか。みんなただ騒いでるだけさ。文化祭前のお祭り騒ぎ。ああ、そっちか。お前あんなのが羨ましいのか。え？読み込みが遅いの。ときめもの、ときめも2みたいな。お前も人気あるらしいぜ。え？ごく一部の。ごく一部。バンドブラザーズ。バンブラ。お、え？お、えぇ、ーえー、何このわかりやすいリアクション。帰ろ、帰ろ。へぇ。誰？何？エプロン？ちょっと待っててくれ。エンディングなの？また髪の、また髪の、いいエンディングだ。おー、片桐さん来たよ。ソーファ、ソーファン、ソーファン来ないから。片桐さんですね。匠先輩のクラスメートの。あの、頭のついたハサミで。え？大勢につきまった、そうだな。なんか、オリギャラ、なんだろう。え、ドイツのこと言ってんの？片桐のこと言ってんの？先輩、偏見。ああいうタイプの人が好みなんですか？え、ああ、主人公。ああ、そうだね。嘘、俺選択肢やった。やっぱこれでも吉尾が情報くれるんですかね。吉尾はどうなし、この主人公って吉尾とは違うクラスメイトなのかな、クラスなのかな。なんだ、お前、片桐のこと。ときめもってクラスメイトのキャラってしおりしかいないよね、多分ね。それ以外全部学年ごと違うよね。下手すりゃ。片桐が？あいつは俺たちのこと、バカにしてるよ。なんで、何そんなやつじゃないよ、片桐。俺たちの歌には興味ない。あ、あいつ歌うんだっけ。ああ、歌ったのかな。バンドコンテストって言ったら断られたよ。負け入りみたいな。そうかもな。スラダンの三井、え？こいつ、あの、バスケがしたいですね、人。ごめん、スラダン全然わかんない。髪型だけで言っちゃった。俺あっちだから。どっち？俺も。どこを言ってんの、あっちって。最終的に終結。なんか髪の毛長えな。女の子のやたら髪の毛。ねえ、昔話みたいな。叫ぶんだぞ。シューティングしながら音ゲー。いや、これ音ゲーじゃシューティングあるよね。2種類シューティングが入ってる。じゃあな。曲、早く作れよ。あっちで待ってるぜ。確かに三井だ。三井。三井ってぞ、メガネ。このベースのやつわざわざ。バンドがしたいです。ダメじゃん。バスケじゃない。何でも。なんだって、なんだって。見逃した。てか、音がなんか。あれ、おい。おい、なんかあの、あれのパクリじゃん、これ。あれのパクリじゃん。ちょっと違うけど。見る。デコを見る。トルス、笑。そう。トゥルーラブストーリー。俺もソフトケース、ギター？どうしたんですか？ハードケース持って帰る、ハードケースってそういうもんじゃない？何言ってるんですか？なんかテンション上がってきた。なんかいいや、照れ気はないよな。ちょっと清田の目は欲しいなって言った。間違いない。さすがに徒歩移動でハードケースはきつい。なるほど。あ、かわいい。もういい感じだから、このままエンディングでいい。先輩知らなかったですね。両思いでしたって。ハードケースついてきたけど重い。行っちゃおうかな。ついてきた、ついてきたの。ブルーラブか。私、匠先輩に騙されて入ったんですよ。は？はい。初めて彩りの曲を聴いたのは。あ、彩りなんだこれ。そう。春の新入生。片桐さんじゃことじゃない。いろんなクラブの人たち。いや、一応なんかでも片桐さんの話なんでしょこれ。彩りは隣のグラウンドで小さい音で演奏してましたよね。なんか語り始
もともと音楽が好きだったから、風が語りかける。その関係のクラブに入ろうって思っておいたんです。はあ、いやでもなんかあるらしいね。なんかステレオサウンドドライバー系の話とかも結構こういうところで進化したりしてるらしいから、無駄ではないよ。メタルギアの技術のね、必須だった技術がここで生まれてる可能性も、全部じゃねえけど。背景がなんか変なカクカクスクロールなのが気になる。それでエレクトーンならって言ったら、よし、とりあえず軽音楽部の面接受けなさい。書類みたいな。楽器なのあれって。シングルラッパーみたいな。私2、3回練習するまで知らなかったんだ。そうよ。この高校に軽音楽部なんてないの。違う、これセガサタンだよ。エレクトーン。先輩には黙ってるようにって言われてたんです。右手がグッ。あいつは正義感を振るって台無しにするからって。いいんですよ。何の話してる。いいんです。いいんです。迷惑なわけないじゃないですか。今はもう私はれっきとした彩りのメンバーなんです。彩りっていうバンド彩りって名前なの。やだ、美味しいコーヒーで入れてくる店っぽい。そうなんだ、エレクトーンはダメだよね。エレクトーンもダメだし、ピアニカとかもダメだっけ。で電子オルガンとかやるけどいけないね。彩り、キーサー色だ、ありそうだ。頬分からんだよ、なんでなんで。それに点点点ね、このグーグーに関して見る。そういうことじゃない、喋る。どうしたんですか。あ、もう何でもありそう、店っぽいよ。気を使わないでください。これどういう何？目を見る。あ、ダメだ。どうしたんですか。これはとりあえずなんか時間制限とかもないもんね。うわあ、なんかさっきからこんなんばっかだな。俺の作る大成。おーほーほー。ほうほう、なんかでもちょっと、これちょっとストーリー性強いから、ときメモより面白いかもね。ときメモと楽しむ場所が全然違う。全部大好きですよ。きらめき高校？あ、そっかそっかそっか。きらめき高校ってすごいな。きらこう。きらこうのよしおだ。セガサターン終了で。急ですが、セガサターン終了となります。よし。クリスマスライブか。うん、一人にでも予定が埋まるな。青春学園より外井系の城だっけ。きっと近所にジャスティス学園とかもありそうですわ。やだな、なんか近所にジャスティス学園あんのやだな。なんか飛んできそうだな、いろいろ砂ぼこりやら何やら。炎やら波動拳やら。高校の時バンドしてたけど女の子いなかったぞ。ああ、男子校だったんじゃないのか。太陽学園ってどこ。ハードオフは最近新テーマパークが200円で手に入った。新テーマパーク、新テーマパーク、テーマパーク100円で売ってたよ昨日。シーンもノーマルも、あとグーチョでパークだけ。大陸学園ってどこなんだよ。だから洗脳、あれ電脳学園もあるかもしれない。電脳学園ですぐ脱いじゃうメガネっ子とかいるかも。おっと、学園ものだった。超能学園。なんだって、グローブボックス。転校生に出てきた移動する学校、大陸学園。なんで、どこなのよ、じゃあ。ボンボン坂って懐かしい。いや、学校、そうだね。学校作ろう、2。2の方。弱肉学園、弱肉学園ってあれか、リングがあるとこ。校長先生のやつは持ってる。あったね。バイデンって感じ。ね、俺も2があることはあんまりよく分かってなかったから。108円で買ってきた。変な学校だな。根っこがなんかすごい。あ、そうか、セガサタンじゃねえ、これ。セガサタンのパッドいじってた。ボールでかくね。だから木がちっちゃいのか、ボールがでかいのか。飛ばしていい？これでジャスティス学園を作ろう。ジャスティス学園の効果ってどんなの？中学の実習で作ったような人物モデルな。日曜にハードオフ巡回してきたらスパカセ本体が1万だった。へえ。
高い、まあそんなもんか。セガサターンの白サターンがビクター太郎ってお前。いくらなんでもビクター太郎って。結局教頭先生まで選べんの。え、校長は二人しかいないんだけど。え、何が違うのこれ。所持金が違う。おいおいおい、全然違うじゃない。倍以上違う。需要が全部保健体育。デコボコ。いや、ボコデコ。ゲーム知らないや。ビクター太郎。わらわら。ビクター太郎校長。私の言うことは聞きなさいわら。あ、ああ、そういうこと、ブレザー。あんまりこのイラストで見るとあんまどっちでもいいな。42で教頭は優秀だな。確かに。あれ42だったのかよ。おい、なんだよこれ。海辺のやつだ。海辺。ビクター太郎ってなんだよ。サンプル、あ、交渉って作れるんだ。ドットかなんか。ハレンチ学園を知ってるのは。ハレンチ学園ってどういう学校なんだろう。おう。ビクター太郎校長。あ、校長俺か。海辺に学校作るんかい。そうそう、海辺の学校だよ。おっさんです。俺はでも読んだことはないな。募集数どういうこと？呼びにくいからビク太郎でいいん。マッチング、マイチングになったよ。ビク長。これどうなってんの？募集、生徒募集設定。ん？ん？学校作るゲームって売れなさそう。どうなんの？1万であったけど安い方なのかな。これどうすれば？1クラスだけの学校か。女子と男子ってそういうことか。なんかやめたいなこれ。1クラスだけなのこれ。そうだ、男塾を作ろう。男塾高校じゃないんでしょ。へえ。え、何これ。あれはひどかったな。あれ悲しかったな。ハレンチ学園は終盤ものすごいことになってるからな。あのさ、なんかすげえ偉いめんどくさい感じになってきてるけど。OL みたいなんだけど。正社員。ああ。無駄に細かいな。これはちょっと無理だ。この枠で嫌な無理だ。学園つながりでちょうどよかった。面倒だな。顔つき大差ないな。10歳の先生がいない。てか、コンポラキッドですかそれは。10歳の先生って誰だろう。うわぁ、これもね、すげえ、えらい新品買ってくれ状態良かったんで買っといた。よし、行こう。PS2。そう、PS2 でやってますよ。プレステ3でプレステ1やるとすごい長いんで。綺麗だけどね。最新ハード。ベッキーはいないのか。ベッキー？ベッキーだよ。ベッキーだよってもう言わないのかな、ベッキーって。ベッキーって誰？ポケモンザワールドじゃなくて。ああ疲れた。次は何をやるんです？まあ見ててください。見て楽しんでください。聞いて全部言っていいのそれ。今日これやりますって。パンドラボックス。あ、そっか、これパンドラボックスなんだ。ドカポンザワールド。うそん。ポケ違う、オハスタに出てた頃の外人っぽいベッキーじゃないの。うわー、これさ、俺シミュレーション苦手だからほぼやってねえんだよね、これ。藤丸地獄編知らないの？おい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 、藤丸地獄編が、お、知らない世代が出てきたか。ついに。え？え？藤丸地獄編だ。嘘でしょ。戦国サイバー。そう、戦国サイバー。CM しか知らん。CM、そう。なんか、火がすごいな。犬がかっこいいゲーム。戦闘に出さない方が。隠れ里への道を急いでいた。あ、違う、長井一郎じゃねえ。隠れ里を目前にしたところで、立ちの悪い。次はくです。絶対終わんねえ今日。早いな、もう焚き火か。ねえ。焚き火はく。仁王像を燃やして。ついに、はぐれすっぱの一団が姿を現した。むずぎ、そう、なんか難易度高いらしいね。シミュレーション苦手な俺には無理だ。はい、お疲れ様です。次はくです。いとこの家。なんだよ、何もボタンも何も押してないのにどっか行っちゃったよ。オツです。オツです。あれ、道だったのかな。オツです。引き上がった顔。オツです。難易度高かったのでは。そう、難易度高いらしいよ。オツ。それが売りらしいから。うわうわうわ、カクカクや。オツ。でも60フレーム出てる。オチュッチュ。はい、お疲れ。絵が渋いな。次はこれです。ひでいな、わらわら。何がひどいな。